皆さんどうもこんにちは、しゅんです。最近ね、現実が辛すぎる。俺もニュースなんか俺見たくないし、郵便受けも俺見たくないし、給料明細も見たくないです。はい、こんな辛すぎる現実は見たくないということで、僕今目隠ししてます。はい、今日はね、音楽にノリノリでね、踊り散らかして辛い現実を忘れようという、なんかようやくアメリカ人らしい企画ができたのかななんて思ってますけどね、やっていきたいと思います。リズム天国、チュートリアルの方はもう済ませてあるんで、あれ、あ、そっか、選ばなきゃいけないんだっけ、ファイルを。ちょっと待って、ファイルだけ選ばして、あ、これだね、はい。ごめんね、一瞬外したけど、ほら、もうつけてよ。これで多分ゴルフっていうゲームが選べると思うんだけど、 OK、 ゴルフ。このゲームやんのね、10年ぶりぐらいなんだよね。だからね、覚えてるもんか、体が、心が、ビートを覚えてるかどうか。確かプラスボタンでスキップできるから、ぶつけ本番でいきたいと思います。このゲーム好きなんだよね、ほんと。出てくる音楽も、あ、マイナスでスキップね、はい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 、ごめんなさい。マイナスでスキップして、ぶつけ本番いきます。覚えてるな。そう、猿が打ち返してきたタイミングでボールを押すだけ、ボタンを押すだけのゲーム、リズムに合わせて。こんな感じで踊りながらやっていきたいんだけどね、イヤホンが外れて聞こえないんで。あれ、キューン、ホールインワンが気持ちいいんだよね。お、はーい、こんな感じだったと思う、マンドリルのポーズが。おーい、楽しい。イヤホン問題が解決しないけど、すげえ耳から落ちるんだけど。おーいいや、懐かしい。ちゃんと成功してるよね、これ。はーい、はーい、おー、入った。意外に体を覚えてるもんだな。途中ちょっとヒヤッとしたけど、どうだろう。おお、やった、ハイレベル。いやいや、覚えてるもんですね、体が。10年ぶりぐらいだよ、これやんの。いや、でもやってた当時はね、全パーフェクトとか狙うぐらいやり込んでたから、あるんでしょうね、思い出補正ってやつですね。はい、次確かロボット工場なんだよね、アラビアン風。なんかアラビアの踊りはなんかこういうイメージ。わかる、こういうイメージ。ロボット工場が多分カーソル合ってると思うから、あ、そうそう、この音楽ね、最初始まる時の。いや、リズム天国ってなんでこんな神ゲーなんだろうね。なんか多分リズム天国ってなんかいいゲームじゃないと思うんだよ。ゲームとしてそんな完成されたものではないと思うんだけど、でもなんでこんなに楽しいんだろう。あれ、間違えた、やった、どう、ここのタイミングで離す、押す、離す、怖っ、これ。おお、できた。
おお、白いの避けるもんだな。あれ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 、あら、やりすぎた。一度はダメだな、これ。あれあれ、やっといけた。波に乗ればいける。白だ、ダメだ。いやー、これ難しいね。多分やり直しでしょう。あー、ダメだ。やっぱこのゲームはすごいビジュアルに頼ってたんだな、俺。音じゃなくて。ありゃ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 。っていうか、あっつ、俺踊りすぎか。まあいいや、ちょっと再チャレンジします。ああ、どうだこれ。うわー、なんとかパスをいただきました。あー、難しいね。やっぱビジュアルにすごい頼っていたんだね。なんか連続してくるとね、なんか前鳴った音とこの今の操作っていうのを照らし合わせなきゃいけないんで、思い出しながら。いや、なんか脳トレみたいになってました。はい、次シーソーだっけ。シーソーは好きだったな、ちっちゃい頃。シーソーってこんなもんだったっけ。背景ピンクなんだよね。さあさあ、キッコンバッタンしていこうか、こうやって。キッコンバッタン、キッコンバッコン。できるかな、これも。ロック調なんだよね、なぜか。最後はネットリフィニッシュ。バメリのテープはここにあるからちゃんと映ってるはず。オッケー。いや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 、俺リアルでもこんなにハッスルし、こんなに振ったことないよ俺リアルで。いやー、もうこれがやりたいがためにね、これがやりたいがためにね、この企画始めたと言っても過言ではないから。ああ、体力消費がえげつないっすね、これ。リアルよりも体力消費したかもしんない、俺。よしよし。まあ、激しい後はしっとり、公園でデートと行きましょうか。音が済んだ後のね、夜の公園でね。まあ、ピロートークなんかもいいんじゃない。うん。いや、このゲームのね、先輩ってキャラ、がいると思うんだけど、横に座ってるこの先輩超可愛いんだよな。
行くよ。こういうテンションだよね、多分。イタチのね、カップがね、跳ねるんだよね。可愛いんだよね、反応が。子供の頃これ苦戦した覚えがあるんだけど、簡単だな、これ。音だけ聞くと。ビジュアルに騙されてたのか？あれ？外した時痛そうなんだよね。あれ？あれ？外しちゃった。音をよく聞いて、しゅんくん。ピュー！ピュー！いや、これもね、しっとりしてるけどね。いや、なんかちっちゃい頃、なんか恋愛って、なんか必ずしも、こういうことなのかなとか、幼心に思ったことを思い出しましたね。はい。なんか俺って先輩に声するのかなと思ってたよね。イタチカップルはどっちが先輩でどっちが後輩なんだろうとかね、思っちゃったりとかしてね。イタチカップルがいるから、これはデートっていう作品じゃなくて、ダブルデートっていう名前の作品なんだけどね。すごい好きなんだ。よし、リミックスいくか。リミックスはすごいよく聞かないと、何がどう来るか分かんないんだよ。すごい南国風のリズムが俺好きなんだけど、やっぱカリフォルニア出身の男としてはね、この南国のリズムはね、忘れられない。こんな感じのね、こんな感じだと思う、乗り方は。はい、楽勝。腰を振るタイミングわからない。さあ、次は。うわ、対応できない。早っ。記憶を頼りに行くしかない。はーい。最後決まったね。最後が決まると気持ちいいよな。うわ、まあね、ハイレベルだろうね。うん。いや、これ一回収録するだけでも体力消費がえぐいでございます。はい。なら踊るなよって話だけどね。まあ踊ってね、心肺機能も高めていきましょうね。ずっとインドアなので僕。はい。ということで、パート1はこんな感じでした。皆さんいかがでしたでしょうか。僕はすごい楽しかったけど、皆さんはどうでしょう。
リブズーム天国はね、みんなの思い出のゲームだと思いますので、僕もね、すごい僕にとっても思い出のゲームですので、みんなで楽しんでいけたらなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録のご考慮よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。